初めに北海道日刊スポーツ新聞社賞として賞状とトロフィー記念品が優勝馬アドマイヤサガス号の馬主近藤利一様に贈られます。プレゼンターは北海道日刊スポーツ新聞社営業セクション部長佐藤茂和様です。よろしくお願いいたします。 表彰状、優勝、馬主、近藤利一殿、あなたの愛馬、アドマイヤサガス号は、平成26年、北海道競馬日刊スポーツ賞、北海道スプリントカップにおいて、当初の成績を収められましたので、ここにその栄誉をたたえ表彰します。平成26年6月12日、北海道日刊スポーツ新聞社代表取締役社長、吉高拓也でありましょう。おめでとうございます。 まずは1番です。テストマッチ、おめでとうございます。次に調教師騎手厩務員に記念品が贈られます。調教師橋田充様、騎手川田優雅様、厩務員田代正幸様でございます。 佐藤様、よろしくお願いいたします。5番、石コモンズ、ブリンカーをつけてレースに出走いたします。石コモンズ、おめでとうございます。
それでは川崎市の方に、はい、おめでとうございます。7番コスモアジル538キロ、おめでとうございます。本別12例スカルパとバタイユーとその増減をお伝えしながら馬をご覧いただきました。今日は最後まで展開していただきます。はい、木村克美さん先生おめでとうございました。佐藤様ありがとうございました。1番です。続きまして、日本中央競馬会理事長賞として記念品が馬主近藤利一様に贈られます。プレゼンターは日本中央競馬会日高育成牧場場長の山野辺明様です。山野辺様よろしくお願いいたします。おめでとうございます。山野辺様ありがとうございました。続きまして、日本馬主協会連合会長奨励賞として記念品が馬主近藤利一様に贈られます。プレゼンターは日本馬主協会連合会障害事故防止委員長庄野明彦様です。よろしくお願いいたします。おめでとうございました。庄野様ありがとうございました。続きまして、日本地方競馬馬主振興協会会長賞として記念品が馬主近藤利一様に贈られます。プレゼンターは日本地方競馬馬主振興協会常任理事中村義孝様です。よろしくお願いいたします。4番に参りましょう。4番はブリューローズ。中村様ありがとうございました。続きまして、地方競馬全国協会理事長賞として記念品が馬主近藤利一様に贈られます。委員長お願いいたします。ありがとうございます。続きまして、北海道議会議長賞として記念品が馬主近藤利一様に贈られます。委員長お願いいたします。おめでとうございます。続きまして、北海道知事賞として記念品が馬主近藤利一様に贈られます。こちらも委員長お願いいたします。おめでとうございます。次に調教師、騎手、厩務員、生産者に記念品が贈られます。まずは調教師、柏田光様です。続いて騎手、澤田優雅様です。厩務員の田代正幸様です。最後7番です。はい、ご視聴のお願いします。そして生産者、ノーザンファーム様です。おめでとうございました。委員長ありがとうございました。さあ、それでは勝利ジョッキーの川田優雅騎手に一言お話を伺ってまいりたいと思います。まずは川田騎手、北海道スプリントカップ優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。アドマイアサガス、まあ、門別に登場ということでしたけれども、今日は馬の雰囲気というのはどのようにご覧になってましたか？そうですね、すごくいい雰囲気で、僕が乗せてもらう時の通りと変わらない。はい、レース道中というのはスタート直後なんかはどんな手応えでいらっしゃいましたか？そうですね、いつも通り前半ある程度進んでくれましたし、もう少し前の位置を取ろうかなと思ったんですけど、時間の私が結構行きたがっていたので、ちょっと下げてちょっと落語しよう。そうすると、まあ、道中勝負どころも含めてある程度スムーズには川崎周回れたなという印象なんですか？はい、終始自分のリズムで走ることができたので、気持ちよく走ってくれていたんじゃないかなと思います。まあ、そうした中で、まあ、直線は外側にスノードラゴンも来ておりました。どんな印象でしたか？そうですね、思ったより早く来ましたし、一瞬完全に向こうの方が出てるんですけど、首頭ぐらいは、向こうの方が出てるんですけど、また自分のリズムで走っていましたし、そこから自分の足を使いながら、徐々に盛り返していってくれたので、はい、その時に、これだけだなと思いました。はい、見事に重賞制覇となりましたけれども、アドマイヤサガス号、この後はいかがですか？実
期待というのはまた我々持ってよろしいですか。そうですね、こういうババ自体はね、あまり得意な方ではないと思ってますし、もっと両ババでの方が、コラボの立ち足ができるんだと思いますし、G1 2着馬を相手に、非常にいい内容で走ってくれましたから、これからますます期待したいなと思います。優勝いたしました鎌田優雅騎手にお話を伺いました。本当におめでとうございました。以上をもちまして日刊スポーツ賞第18回北海道スプリントカップの表彰式を終了いたします。皆様ありがとうございました。これが宮崎チョッキーらしい話をして、関係者の皆さんのおかげですから、これ言ってましたね。で、競馬は難しいものなので、これからも研究を重ねて一つ勝ち星を、あ、これで研究を重ねて一つ勝ち星を積み重ねて